おはようございます。マルボールです。ということで、今日は6月の16日、火曜日です。今日もね、結構いい天気で、いい天気というか、まあ今日曇りらしいんですけど、まあ雨は、一日降らないよって予報になってるので、今日も雨降らずにマルライドできるんじゃないかなと思っておりますが、昨日のマルライドね、ちょっと GoPro の設定がね、ちょっと初めてこういろいろいじってみたんですけど、ちょっとミスって盛大に白飛びして失敗してしまったんですけど、僕の中ではかなりいい経験というかいい勉強になったなっていうことで、また今日のマルライドは以前の設定というか、まあ自動の設定に戻しますけど、まあちょっとあるものをね、ポチったので、ポチったって言ってもそんなに高いものではなくて、安く、どれだけ安くクオリティ上げれるかみたいな、そういうところで、まあ、ちょっとあるものを買ったので、まあ、それはちょっと今後楽しみにしていただければいいかなと思います。まあ、この家撮りシーンは割とね、この、ミラーレス一眼で撮ってて、クオリティ高いかなと思ってるんですけど、まあ、GoPro、まあ、もうちょっとクオリティ上げれるかなっていうところで、ちょっとまたいろいろ工夫していきたいなと思います。ということで、もう今日も会社に行く時間があったので、会社に行って今日も一日頑張りたいと思います。はい、というわけでどうもこんにちは、マルボールです。ということで、今日はですね、5月じゃない 6月ですよ。6月の16、もう半分回りましたよ、6月も。快晴ですね。雲が全然ないじゃないですか。ということで、気温もかなり今日もね、上がっている感じで暑かったですが、まあなんとかまた一日仕事を終えました。あ、もうガソリンが2分の1になりましたね。そんなにまだ走ってない気がする。166キロ。前回の給油から166キロで、メーターは、ガソリンメーターは一応、二分の一を示しましたね。多分これ二分の一示してるけど、本当にガソリンタンクの半分は多分行ってない。てか全然行ってなくて、これまでの経験からすると。最近渋滞にはまること多いじゃないですか。通勤で、行きも帰りもなんですけど。まあ、その時にやっぱりこうやってアイドリングでずっと止まってる間あるんで、やっぱ通勤に着く前までの燃費よりは多分悪くなるだろうなっていう感じですね。いくら走ってる時とことこ、まあ、例えば3500回転以下とかで、こんな感じですよ。通勤いつも行ってる時は。なんですけど、やっぱり、そうですね。だからといって燃費が良くなるわけではないですね。まあ、ずっと低回転というか、やっぱちょい乗りってやっぱエンジンにもあんまり良くないっていうことでね、あんまり燃費にもつながらない感じはしますよね。またガソリン入れてみないと本当にどれぐらい出てるかは分かんないんですけど、あれ、こんなところに工具屋さんとかあったっけ？まああったんだろうけど、知らなかったな。ちょっと今度工具欲しくなったらここ見に来るのもいいかもしれませんね。まあ、ずっとモノタロウとかで買ってますけど、やっぱり実物見てアイディア膨らまかすのもやっぱり大事というか面白いので、まあそういう意味でホームセンターとかずっといてられるんですけど、九州から来たっていう風に、会社の人喋ってると、食べ物とか、その結構九州から来た人だと関東味が濃いんで、その味の濃さでちょっと辛くなるとかあるけど、どう、大丈夫って聞かれたんですけど、僕はね、まあ、基本的に外食してないから問題ないっていう感じですよね。そしたら、自炊する人少ないんですかね。自炊してるんだ、偉いねみたいな言われたんですけど、どうなんでしょうか。いやでもこれ、このジクサーのオドメーター1426キロか、もう少しで1500キロかですね。ちょっと本当週末ツーリング行きたいっていうか、本当は土日で、昨日今日の晴れが土日に来ればよかったのになっていう、まあ、これ昨日も言ってたけどさ、なんなの？ 今週末どうかな？ちょっとまだ天気予報見れてないけど。ということで、まあ今日もここまで帰ってきたので、とりあえずいいかな。こんなところで終わりますか。ぜひ高評価とチャンネル登録して、まあ、今後も毎日楽しんでいただけると幸いです。それではまた明日お会いしましょう。明日も晴れるといいですね。はい。それじゃあまた明日お会いしましょう。バイバーイ。手振るとなんか対向車に振ってるみたいだけど。シュッ。